それでは本日最後のスピーカーの方になります、岡島玲奈さん、よろしくお願いいたします。皆さんおはようございます。岡島玲奈と申します。今日は人工衛星、小型の人工衛星を使って人工的に流れ星を作るプロジェクトについてお話しさせていただきたいと思います。題名が星に願いを、人工流れ星プロジェクト、スターエールプロジェクトという名前になってます。まず簡単に自己紹介を言います と、私は大学で天文学を専攻してドクター博士課程まで出ています。でその後にここのビルの上にある金融機関に勤めまして、でリーマンショックの煽りを受けて辞めて、それでその後会社を立てたりしつつ、それで今現状の株式会社エールの代表ということになっています。で今日は人工で流れ星を作れるのかどうかというところからまず説明したいと思っています。あ、これ出てないな。なんかどういうサービスかというと、好きな時に好きな場所で、流れ星を打ち出しますというサービスです。で、結構って思うかもしれないんですけれども、割と現実味のある話なので聞いてください。と、まあ、きっかけは私鳥取県出身なんですけれども、鳥取砂丘でペルセウス流星群を見ていた時に、思いつきました。ペルセウス流星群、そうですね、その後にその年の秋の冬の獅子座流星群もすごかった年なんですけれども、まあその時にこういうのがすごい流星群がわーって見えて、こういうのを、自分の大好きなビールとともに、ビールを飲みながら、もう朝からビールの話なんですけれども、ビールを飲みながら流星群が見れたらすごいいいなと思って、それで会社名もちょっとお気づきの方いるかもしれないんですけど、エールっていうのはビールのエールです。でまあそれで今後そういうスターエールとかそういうビールを出したいなとかちょっと思ってます。まあビールを飲みながら好きな時に好きな場所で流れ星を見たいなと思ったのがきっかけです。で流れ星の発生なんですけれども、まあだいたい大気の上空50キロとかから80キロぐらいの間のところに小さい粒が当たって燃えるのが流れ星です。人工衛星は500キロとかそれより上を流れてますね。あ、流れてません、いますね。で、この流れ星のっていうのは大体本当にこういうちっちゃい粒が大気圏に当たって流れているものです。でそれより大きなものですと、もっと火球とか、まあ、あと流れ切らなければ隕石とかになって落ちてきます。コンセプトはこれです。もう本当にこういう小型の人工衛星に人工の流れ星の粒となるものをいっぱい詰め込んで、それを地球の外に大気圏に出します。でそれからこの人工衛星から粒を出して大気圏に突入させるということで、だいたい1000発ぐらい乗せようと思ってます。でそれをだいたいご要望があった時にこう何時何分ここに出してくださいって言って、じゃあここに何発打ちますねみたいな感じで打っていこうと思っています。で流星群で見ることも可能です。でこれなんですけれども、打ち上げとかすごいコストかかるんじゃないかなっていう思われると思うんですけれども、最近よくあるのが相乗りで、小型の人工衛星というのはメインの人工衛星の空きスペースにちょこちょこっと乗せてもらうことによって、相乗りをすることによって、打ち上げコストを下げられます。例えば使い方ですと、まあ、テーマパークで、パレードとかの時にキャラクターがこうシャッとやったら空に流れ星がバーッとか、そういうのを考えていたりですね。あとは次のスライドですと、今後割とリアリティがあるのが宇宙葬の一環ですね。今お墓の土地がなくなってきていて、でみんなお墓にこだわらないでいろいろなスタイルで葬儀をしたいという要望があるので、それで例えば1周期にあそこに流してくださいとか、3周期はあそことか、そういうふうにできます。で今どういう体制でやっているかというと、この今だいたい10名以上のメンバーで行っています。でメンバーの1人がちょっと来てくれてるんですけれども、そういった大勢の
大学の先生たちと民間企業と産学連携で進めてまいっております。で、流れ星を発生させる方 の宇宙空間から流す方に対の機械はプロトタイプの1号機が完成していて、流れ星の素材は今三等星の明るさになるということが確認されています。で、だいたい肉眼で見えるのが三等、都会だと三等星なので、まあ、もうちょっと一等星まで明るくしたいなと思ってます。今後は長時間流れる流れ星ができるかもしれないので、3回願い事が言える流れ星っていうのができるかもしれません。で、その次ですね、長時間の次が色がついた流れ星、炎色反応を応用するんですけれども、まあいろいろな色の流れ星で、ピンクだったらピンクとかで、そういったような流れ星を作ることももしかしたらできるのではないかと、今後の研究次第なんですけれども、そういったことも研究していこうと思っています。あとはこれは流れ星じゃなくて輪っかなんですけれども、まあ、文字を書けるかもしれないと。で、文字を書けたら、例えばこれが今6つなんですけれども、五輪とかだとオリンピックの開会式とかで色、五輪の色を出して文字を書いたりとか、そういったことができると楽しいなと思ってます。で、一番よく聞かれるのがこの流れ星ビジネスっていうのは、流れ星を打った後の人工衛星がゴミになるんじゃないですかというのをすごいよく聞かれるんですけれども、まあ、大体役目を終えてから大気圏に再突入して燃え尽きることになっているので、宇宙ゴミは全く出ません。で、逆に我々はこの先のステップとして、流れ星の先のステップとしてデブリ処理というのを考えています。で、スペースデブリ、この写真はスペースデブリ の NASA のデータから作ったものなんですけれども、これを捕まえてきて、それを大気圏に流してまた流れ星にするというデブリ処理を考えています。以上です。どうもありがとうございました。中島さん、ありがとうございました。なんか私も含めてこの会場にいる方、うんうんってすごいもう夢膨らんだんですけども、なんか途中出てきた大豆みたいな、パチンコ玉みたいなやつ、この一発 BB 弾みたいなやつが流れ星になるかと思うんですが、まあ私もちょっとできれば頑張って流したいなと思うんですけど、だいたいこうおいくらぐらいでこう流すの、ね、一粒100万円ぐらいを考えてます。でもプロポーズとかでダイヤモンドを買うぐらいの値段っていう、そういうイメージです、はい。じゃあ世の中の男性の方は、はい、将来じゃあ流れ星でプロポーズみたいなものあるかもしれないですね。そうですね、はい、消えちゃいますけどね、一瞬で。一瞬で。分かりました。ありがとうございました。どうもありがとう。